私は常に赤い勢力についてお伝えしております。赤マルクソマルキスト共産主義者、ついでに言うと社会主義者、こいつら人類の敵やでって皆さんに知っていただきたく、ブログから始めて動画を作っているんですけど、ブログ始めた時そこまで詳しくなかった。実際のところね、先人の著書を紐解いて歴史の真実をごそごそして、あ、やっぱりこいつらやばいんやって分かったんですね。で、私が今一番言いたいのが、赤い勢力に対してですね、立ち上がって戦おうなんてさらさら思っていません。で、立ち上がることではなくて、人生はあっという間に過ぎていくんで、赤い勢力に飲まれた人たちを観察させていただいて、ああはならないようにしようと。もう私タバコ吸いませんけど、タバコ吸ってた時のようにプハーって、大変やなーって、あんなんならんようにせなあかんなーっていう感じで見ています。で、実は私ですね、香港結構好きなんですが、今香港あんな状況になってるじゃないですか。で、それを見てですね、ああやっぱり中国共産党って恐ろしいねんな、関わらんとこうってしか見てないですよ。あの人たちと一緒に戦おう、抗議しようとは思っていませんし、そんな思ったらあかんでーって。チベットウイグルも、うわ中国共産党えぐーきつー、いややわー、やっぱ共産党とは関わったらあかんなーっていう材料としてお伝えしてますので、そこんとこよろしくって感じで。 FNN プライム2019年7月11日、取材困難、中国の超敏感エリア、新疆ウイグル自治区に行ってきた。多くの日本人が誤解していること。スリーラインサマリー。超敏感、取材困難な新疆ウイグル自治区。ウイグル族男性が語った再教育施設。多くの日本人が誤解していること。この日本人の誤解だけと言ったらいいような気がするんですけどね。赤い勢力、コミンテロン。っていう国際共産党の連中は何をしてるかっていうと、各国の帝国破壊、王室とかを壊してきてたんですね。で、日本は皇室があって、それをずーっと虎視眈々と狙ってると思うんですね。破壊しようと。で、日本の野党って根本がマルクソ的な人たち、コミンテルンって言われる国際共産党と社会主義インターナショナル系の連中、社会主義インターナショナルって国際組織なんですけど、福島みずほ、社民党の福島みずほが社会主義インターナショナルの副議長を務めています。で、革命と称して、工作員たちっていうのかな？操られてる人たちは、あらゆるところを破壊しようとしてきます。で、憲法9条があるから日本が平和とか、国民を洗脳していますが、あれは日本弱体化、骨抜き政策ですからね。そこのとこ、ちゃんと知るべきです。で、憲法を変えるって聞いたら、うわ、怖ー、なんてこと、戦争したいな、とか思わせるように、ずーっとすり込んできてはるかな。あー、赤い人たちって、お口べっぴん、笑顔の悪魔なんやなって思ってみるべきです。赤い勢力は、弱者の味方のふりをして、弱者を活用、利用して、暴力革命してきますからね。で、恐怖支配してきますので、私は工作員みたいな人たち、まあ、それがほんまに工作員かどうかわかんないけど、違和感たっぷりな人が現れたら、逆に恐怖を与えてあげて、嘘がバレる、工作員とバレる、恐ろしさっていうのを、ちょっと感じさせてあげて、墓穴掘らせるようにしてきたんですね。で、もしその人が工作員だった場合は、仲間が自己批判っていうので始末しちゃうから。でも、その人がただただ、ごく普通の人やねんけど、違和感たっぷりのちょっと気色悪い人、そんな人と時間潰したくないわっていうことで見捨てたらええねんけど、工作員じゃなかったら無事、安泰に暮らせて、他にもっと会う人がいるから、そこはもう気にする必要はないと思います。もうね、ちょっと嫌やなと思う人とは関わらなくていいと思います。時間もったいないしね。赤い勢力に操られた人が何をやってるかって言いますと、洗脳オルグ、罹患工作。オルグっていうのは仲間に引き入れることなんですが、お口べっぴんで、共産主義ってとてもいいものだよって洗脳してはんのよ。でも、暴力革命してくることをちゃんと念頭に置いて、で、何しか、あらゆるところで仲間に引き入れようとしてきますからね。チベットの人、ウイグルの人、気の毒でしょ？ということで、一緒に立ち上がりましょうとか、もうこれもオルグやと私は思ってますので、うちは関係ないし、もうめんどくさいし、自分らの生活の方が必死やねーって。そういう目でニュースを見てるといいと思う。チベットの人、ウイグルの人たちと一緒に立ち上がってとか、台湾の人と仲良く固まってとか、もう固まらんでええから、もう自分らのことで精一杯やから、ニュースはニュースとして知って、日本人同士仲良くしたらいい話やと私は思ってます。記事いきます。2009年7月、漢族への不満から、漢民族への不満からやね。
暴動に発展した新疆ウイグル自治区の首都ウルムチ市での大規模騒乱。当局の発表によると197人が死亡し1700人以上が怪我をした。ほら、これが暴力革命ですよ。暴動から10年の節目でウルムチ市の変化ぶりを取材しようと先日現地へ行ったということで、多分当時の暴動の時に女性が鼻から血流して他の女性を抱いている写真があるんですけど、まあ、これを見てうわーえげつない、まあ大変やなとは思いますけど、感情移入せずに冷静に見るべき問題やと思います。中国で少数民族問題は政治的な敏感なテーマの一つで、特に新疆ウイグル自治区で少数民族問題に焦点を当てた独自取材は中国当局に歓迎されず、外国人ジャーナリストの間では取材難度が最も高い超敏感エリアとして有名だ。中国共産党っていうのは国際共産党コミンテルンの一支部なんですね。日本共産党と同じ組織。記事いろいろ端折って、中国政府は今年3月白書を発表し、新疆ウイグル自治区で2014年以降テロに関与したとして約1万3000人を拘束し、4858回の違法な宗教活動を摘発したと報告している。こうした効果があってか、新疆ではここ3年暴力テロ事件が起きていないと中国政府は胸を張っている。今回取材できたウイグル族にも暴力には反対しており、治安のためにはある程度の監視や管理もやむを得ないと考えている人は少なくないと感じた。誰目線？取材に応じた漢族もウイグル族も最近は悪い奴らがいなくなった、安全になってよかったなどと口を揃えていた。まあいろいろ明るいことが書かれてあってどうしようって感じなんですけど、ウイグル族男性が語った再教育施設ということで、テロリスト予備軍扱いされた人たちが送り込まれるのが職業技能教育訓練センターだ。中国当局は過激思想の影響を受けた人物に教育を行っていると主張しているが、海外在住のウイグル族からは裁判も経ずに多くの人たちが事実上の監獄のように収容され、暴力や拷問、洗脳教育が行われているとの証言もあり、再教育施設だとして国際的な批判が高まっている。で、記事すべて読みませんけど、あるウイグル族男性が語ってくれたのがですね、施設に入るのは主に農村出身者など学歴が低く中国語が話せず就業機会に恵まれない人たちで、中国語や技術を教え出所後は職を与えるのだそう。いわゆる底辺層の人たちが社会に不満を持ち過激化するというケースが多いため、民族対立問題などの根底にある貧困を解消することでテロ防止につなげる対策だという。男性によると、1週間に一度家に帰ることができるが、24時間以内にまた施設に戻らなければならない。人によって1年、2年と期間は異なる。中国語や技術を習得できたら出られるとした上で、滞在費、学費などは全て国が出してくれるなどと肯定的に話していた。これが本心なのか、見えないプレッシャーからの発言なのか、わからない。とは書いてあるんですけど、プレッシャーやろ。で、これを取材した方も、感じていらっしゃるみたいですが、不当に拘束され苛烈な拷問や暴力を受けたというような証言は毎挙にいとまがない。実際は不明瞭だが、おそらく施設や入所者によってだいぶ扱いが異なるのではないかという印象を受けた。ね、多くの日本人が誤解していることということで、私はあ、そういうことねって思ったんですけど、ウイグル自治区では漢民族が監視し支配する側、ウイグル族などの少数民族が監視され支配する側とイメージされがちだが、必ずしもそれほど単純な構図ではない。例えば、監視し取り締まる側の警察官も現地ではほとんどがウイグル族だ、少数民族だ。また、地元の共産党幹部など、こうした政策を推進する側にもウイグル族がいる。だから共産党系のウイグル族もいますよ。あらゆるところでウイグル人を助けてくださいってやってる人たちも、もしかしたら隠れ共産党かもしれないし、そうでないかもしれない。もうこれだけはわからない。で、記事戻って、一般のウイグルの人たちも
今や漢民族経営の会社で働いたり、漢民族相手に商売をしたりと、生活の安定のためには中国語を話し、漢民族中心の中国社会の中で生きていくことが現実的になっている。抑圧の中において、ウイグル族であっても、現状の捉え方は立場によっても異なるだろう。ただでさえ言論が厳しく制限される中、平和的手段であっても、ウイグル族が一致して声を上げるのは難しくなっているのだ。ということで、まあ、頑張ってねっていう感じで、私たちは見とくのがいいし、ウイグルの人にも、共産党員がいますよ。ダライダマがマルキスト、共産主義者のようにっていうことで、まあ私たち日本人は、こうならないように共産主義者を受け入れないようにしましょうっていうことで、知らん知らん出資がいいと思います。まあいろんなところで会合を開いて、寄付集めてんのか、仲間集めてんのか知らんけど、いやそんなことよりも、もっとやらんとあかんことが日本人にはいっぱいあると思いますよ。楽しいこと。